はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとジョブの方ですね。スーパースター、まあこの歌唱のもう一度あなたと自分以外の BP を1上昇させる単体なんですけど、これ全体化で全体になるかなって思ったら全然全体にならなかったんで、何でも全体化は外しました。なのでとりあえずスーパースターのこれですね、これか、全体の BP を1上昇させるっていう技があるんで、とりあえず今のところはまあこの純愛十字砲火が結構使えそうなんで、スーパースターのままでいこうと思います。トマホークも9だし、フェンサーも9。俺下アニエス様がいなくなってる。なんかすげえドス黒い感じになってんな。まあいいや、とりあえずこのサブイベントですね、ジョブを求めていきたいと思うんで、これどこだ、あの中心って。1日経つのがめっちゃ早い気がするんだけど、これしかもなんか意味ありげな感じだな。おおお、船がいる、入る。ここはなんかすげえ豪華な船じゃないか。ここは元沈みそうな国、グランシップ。元？そう、でっかい船。ああ、さす。おかみさんたちは酒場ね。あれ？これジョブじゃないの？ここ。グランシップ。あ、サブイベントでもある。店とかなかったっけ？こいつか。何話してんの？税金が上がるのか。来週食料品から医療品、まったく。しょうがないだろ、運営が大変なんだから。あらあらあら、久しぶりだな。おかみさん、おお、その説は。何もしてねえだろお前らは。確かに全然変わってない。地図をこの国、そう、1年前、とうとうこのクレーター跡の湖に。動力ってなんだっけ。飛ぶのも航行するの。へえ。ああ、戦争、今じゃ新しい国、共和国か。あ、おかみ、今戻った。頼まれていた品は表に積んで。あれ、こいつも。スタリスク所持者、広告の最高意思決定機関6に広告軍元帥ブレイ、果たして。おやま、ご苦労だ。あともう一人は誰だ。おーだしかり。ああ、こいつとも意見を違える時が来るのか。好きなだけ飲ませてやんない。広告軍の暗黒騎士様を。さあやった。そんな資源があるのか。おーおー、おめえは。いや、こっちもすげえぞ。だよろしくね。あの手でのおじちゃん。おじちゃんか。お、よし。わあ、それとこれは。わあ、ノート、やった。ずいぶんとした。てか鎧着てんのになんでおじちゃんかどうかわかるんだ。この国が支給してくれるパンや食料、いいく孤児たちが。あ、相変わらずのみ。お前は食いすぎだ。おかみさんには、ただ食い。いいわ、いいから。超高そう。あ、そう、全部で182万と。持ってない持ってない。最初に言ってただろ、この国は。国のお偉いさんが。国のお偉いさんって誰？私。あ、いやだからそんな金持ってないって。そんな金持ちだったら俺だって今頃装備に困ってないよ。神聖グランシップ共和国。ん？動けん。動けたか。どこだ？
お偉いさんがいそうなのはこっちかな。おお、間違える。とりあえずいい魔法売ってるかな。ケアルガがある。ケアルガでも使えないんだよな。ここも使えないんだよな。ヘイスト、クエイク、リジェネ、クイック、クエイラ、グラビレコメット、ヘイスガ、いいね。これでもいないんだよね。ちょっと保留しとくか。魔法はどうせ使えないからな。これ高え。高いけど強い。氷のロット。大風の杖。アサシンダガー。即死、いいね、これ。でも探検使えるやつが今いねえかんな。クレイモア。あ、銃欲しい。よし、買おう。ティズってなんだっけ？フェンサーか。あ、剣でいいんじゃねえの？じゃあ、これだ。で、マグノリアは刀か。刀がないんだな。盾は。うん、これ、だいぶ上がるな。2つ買っとくか。あと、鎧だな。ADC。おー、だいぶ下がるな、魔法。攻撃が下がるのか。魔法攻撃なんて下がってもいいけど。これが2つか、そうすると。あたか。で、これが2つ。で、頭だよな。U は三刀流になってないはずだから大丈夫。マグノリア三刀流。イデアはこれ。で、ティズは？ティズがどうしようかな。これめっちゃ上がんな。143点。これにしよう。よし、じゃあ装備を変えましょう。シャキーン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 。大丈夫か、これで。すげえ適当におすすめにしてるけど。オッケー。じゃあちょっと上のサブイベントに行きましょう。ん？あ、なんだ、動けってことね。あれ？なんかいる。ヘイ、なになになに。ガクトより石碑越え北東、木々を分け入りし先に約束の地はあり。集え、カップの里へ。カプ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 なんだあいつ。てか俺もなんだって感じだけど。ガクトより。まあ、その税金が何に使われてるかですよね。国民のこんな超議員一人を捕まえて、そんなにどだって完全に手厚い福祉を維持するために多少税金が多少みんなでちょ働くことができない子供たちや俺があの子たちにパンや文房それにしたなあ、何国の財政の危うさを憂う議員連なる、その決起集どうやら大規模。なるほど。子供たちに配る。なくなってしまう。ん？この中か。え？ちょっと待って。ここに入っていけと。これなんだ、なんでもないか。あれ、今エンカウント率どうなってたっけ。すげえな、完全に機械だな。てかなんでこんなところにオートマトンがいいんだ。住民の生活は大丈夫か。危険な街ばっかりだな。とりあえずこれで様子を見よう。うわ、かってえな相変わらず。ロケットパンチ。おお、銃がめっちゃ効くわ。こいつも強いな。エンカウントプラス 100% だし、マイナス50にしよう。
アイテムの数もよくわからんし、ダウジングをつけてないから階段があるな。こっちに階段行ってみよう。お、宝箱があった。神々の怒り、よし、神々の怒り2000円するからな、結構貴重だぞ。しかもアイテムにめっちゃ頼ってるからな今。あ、こいつらあれじゃん、ダークスタンプって弱くね今思うと。お、強い、両手武器は強いねやっぱり。なかなか複雑な感じだなここは。右に宝箱らしきものを発見。フェニックスの王、あれ地下29階って一気に進んだな。1500円、お金は大事。うわー、サメかー、ゾンビシャーク、硬い硬い硬い、めっちゃ硬い。くらえ、これ弾とかなくならないのかね。果たしてこっちの道で合ってんだか間違ってんだかすらわからない。下に宝箱、あそこなんか怒ってる、あれなんかいる、超怪しいんだけどあいつ。2500円、金がいっぱいあんな、なんじゃ。名刀コレクション、ありがとうございます。雷霧、今ちょうどソードマスターいるからな。おお、雷霧、向こう雷、雷属性の伝説の刀、うん、かっこいい。連戦の予感、頼む2人で終わらせてくれ。 OK、 リピートは解除。まずマグノリアでこいつを殺す。でイデアはどうしよっかな、弱いっちゃ弱いんだよね。だ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って。イデアは、これが、BP を上げて、U の BP を回復させればいいんだ。で、マグノリア、攻撃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 。ほい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 。これ、どんだけ上げられんの？めっちゃマジックパワー使うけど、ちょっとしょうがない。やってみよう、一回。あ、強い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 。イデアの出番なかったやん。レモラの煮干しで上に上がって地下28階、1回しか変わってねえし。マッシグラフード、ん、何にもない、スイッチがあるだけか。そこが開いたと。こいつら浮いてんな、よく見たら。空飛ぶ魚だな。いやー、でもこいつらが町に来たらもう絶対どうにもなんねえだろう。でも町の人たちはこいつらを倒して経験値稼いでんのかな。あいって1000くらいだって、一発で落ちた。ちょっと何が起こったんだか分かんなかったけど、ハイポーションも数少ないし。そしたら町の人たち超強いぞ、武器も確かにいいの売ってるしね。最悪サンダガとか使えるからな、ここの魔物も倒せるんじゃないか。ここは完全に行き尽くしたな。まだ回収してない宝箱が左の方とかあるんで取りたいんだけど。ブレイブアターク、
いいね。おお、一応弱点はついてんのか。これ左の方行ってないから左をちょっと行ってみましょう。おお、怒ってる。2000円が怒ってた。お金がいっぱい怒ってんな、ここ。そして階段。お、宝箱がある。青い宝箱、なんか久々に見た気がするな。てか鍵いつだよ、鍵。もうだいぶ進んだんだけどな。オーレットパンチ。キュウソネコを噛む。ハイポーションももうないな。調達してこないと。左に宝箱、見づらい。エクスポーションまあいいか。いやー、この宝箱は絶対な、見落とすな。鍵手に入れたとしても。もうあんまり覚えてない。あ、スイッチがある。シェルピタ。何シェルシェルの効果？魔法防御力が上昇。まさにシェルだな。20か、結構上がるな。ガシャコーンと。OK。最初のスイッチ何だったんだ。スイッチ2つ押さないといけないのかな。おーっと、こいつらか。いけー。お前を仕留める。超強い。クリティカル出ると強いな。ボルテージ、ハイポーションを使っちゃうか。500だからな、回復が。あれ、どっち側だっけ。とりあえずここ登ればいいんだっけ。違う、上だ。ここが開いたんだ。イエーイ、ガシャーンと。これでどこへ行く。お、サブ。右と左に分かれてんな。宝箱を目の前にして、また宝箱の番人だ。こいつらは雑魚。いて、食らった。そして死にそうだ。おお、めっちゃビリビリいってんな。ケアルだ、ケアルだと。いくつ回復する？あ、結構回復すんじゃん。エーテル。おお、広い。何も落ちてないか。あそこに人がいっぱいいる。こっちの方に宝箱あるかな。なんか怒ってるかな。一応調べてみよう。こいつらが出てくる分には楽だな。おーらおーらおーら。一角節。一角節。さて。友達データが更新されてるよ。え、いいよ別に。この先は危険だぜ。テントで休む。ここはまったりか。ねえ、ダッツさんたちが言ってた。誰？でかいじいさんってどう思う？どうも思わねえよ。とりあえず寝かしてくれ。ってことはここで決めるのか。税金を高くするか、税金を安くするか。暗黒騎士欲しいからな。でももう一つなんだ。もう一つのジョブを見てないから何とも言えない。こっちなんかある？見えないけど、何もなさそうだな。
あれなんだ。あ、でもヘイストとか売ってたから、時魔導士か。そうするとこれから始まるという訓示とは一体誰の。確かに。さあこの度一体だよ。これよりマヌマット税制担当大臣より。税制担当大臣、ありがとう。心して皆の者。時魔導士のアスタリスク所持者、全ラクリーカ国王にして広告軍の本人は自らの正確さを誇り、果たして税制大臣だろ。皆の通り、この国は動力を言うまでもなく、以前は太陽の中心、動力が止まった今、この有り余る木材、国民の連日の困だが、残念ながらこの国の総生産額は全然生産できてねえな。このままでは庶民への手当が厚いことで名高い我が。そこで先日の所得税、住民税、生鮮食料品税、穀物税、調味料税、どんだけ税金あるんだよ。その他これにより。ちょっと待て、あれこいつも参加してたんだ。全然気づかなかったいたのかよお前っていう。じいさんが3人いるこの国、子供たちへの福。無論それら国の負担もすべて。そうだ、行き過ぎ。なるほどね。このグランシップで一かけら7000ピークだよ7000ピーク。他の町では10ピーク、チーズが8000ピークすげえ高えな。缶詰が9000。一体何なのだ。すべてお前らが大事に大事に守る。身寄りのない子供たちがせ悪い。要はこのお前は係官。係官たちか。現在の福祉を維持した状態でこの。あ？遅い。14日と21時間。本当かよ。つまりそうとは。先月のように偶然。なんか音が途切れた。他国に借金を頼みに行ったり要はこの国の税制。おお。今頃気づいたのか。いいで。いや、減税だ。減税だな、これは。国の経済が回ってほしい。子供たちを痩せ衰えさせて。身寄りのない子供。その結果、それを。これ悩んで。これは。なんとかしてくれるって、どっちかに加担することしかできないよ。なんでこいつの意見が全て通るんだ。減税だ、福祉なんてカット。うん、確かにアナゼルがま。でもそうだそうだ、破綻して国民。いいぜ。おお、ぶち切れたアナゼル D が。暗黒騎士、 OKOK。 おメテオなど強力な攻撃魔法も取得する。いやー、このゲームね、結構魔法よりね、こう剣士タイプのジョブの方がいい気がするんだよね。よし、その通り。お前のアスタリスクをいただく、アナゼル D。ならば力ずくで止める。やってやろうじゃねえの。あれでで暗黒騎士連れてるし。じゃあちょっとまた周りのやつらを排除するか。ボムの右腕、北極の風で、こいつはちょっと1個使おう。多分3つで周りの雑魚は排除できると思うんだよね。で、神々の怒りと。痛い。砂漠剣。危ねえ危ねえ危ねえ。反撃。神々の怒り。反撃。強い。北極の風。ボムの右で。よーし。排除完了。で、デフォルト。デフォルト。もう一度あなたと。デフォルト。
暗黒。おお、反撃いいね。で、ウルフファング、バイソンフォン、いつものパターンでいきましょう。デフォルト、ちょっと回復しないとまずいかな。こいつもデフォルトと。漆黒。うわー、強い。さすがだ。ウルフファング、バイソンフォン、ウルフファング、逆境って何？デフォルト、デフォルト。一応パワーオブラブをかけるか。お、いいね、アンコールが出た。ブレイブじゃなくてデフォルト、ブレイブブレイブブレイブ調べよう一回。ヒットポイントが知りたいといえば知りたい。どうしようかな。ケアルダで全体回復するか。で、こいつは、ウルフファング、バイソンホーン。ウルフファングのバイソンホーンと。これ使えるな、やっぱり。いてぇ。くらえ。くらえ。おぉ、強い。調べる。26000あんのかまだ。だいぶあるな。おらおらおら、逆境。おらおらおら。行きがけ発動。結構回避率が高い。デフォルト、デフォルト、ちょっと一回デフォルトにしよう。みんな漆黒甘い。ウルフバイソンの連携と。デフォルト、デフォルト、いやこいつはいいや。ケアルダで、デフォルトと。反撃強い。反撃が強い。ほら、くらえ。くらえ。4400。デフォルト。で、こいつどうしようかな。ブレイブかけても、一気に、もう一度あなたと、もう一度あなたと、もう二度あなたとって感じだな。いやー、今からもう考え直せられないよ。こいついつもこんなパターンだな。もう一度あなたと、もう一度あなたと。よーし、総攻撃。4400は絶対倒せんな。もういいや、攻撃で。とか言ってガードしてきたりして。一応回復はかけとくか。なんか最近のボスあんまり強くないな。こっちが強くなりすぎたか。あ、いててててて、調子に乗りすぎたでもこれで終わりだ。さらばだ。ハイポーション、エクスポーション。よし、早速誰か暗黒剣士にしよう。攻撃特化型、いいねー。剣 S、 刀も S か。逃げてった。さすがは原子。財政が整ったら今度はインフラし。うるさい。なんです。財政が整ったらいい。違うでしょ。まあ大の大人が。おお、はい、めっちゃ説教されてる。月日は流れて。これ結構月日流れてるよな。この間と同じようにどん。安っ。うわ。それなら。と。食品にかかる税金が大規模な減税で。うわ。ペコペ。反面、福祉の大幅なカットの。あれから
いや、おお、どっか行っちゃったか。孤児たちのためにいろいろ飛び回る。大変だね。でも安くなったんだからさ。昨日の飯も安く買えるだろう。私はこの国の財政を振っても私のあの判断。さあ、そろ。うっし。別に問題ないと思うんだけどね。あれだけ食って1200ってことはパン買うのにも超安く買えるってことでしょ。お腹は減らないはずだな。親はどれだけ稼いでんだよ。これで終わりかな。ここはとかどうやって出るんだ外に。おお、出た出た出た。ということで、という前に、そうか、ちょっと暗黒騎士、マグノリア死んでる。蘇らせよう。暗黒騎士を見よう。いた。完全にアナゼルだな、これ。暗黒、暗闇向こう。なんか微妙だな。逆境。ほんほんほん。道連れ。すげえ、戦闘不能になった際、敵全体に4倍のダメージか。砂漠剣は、あれだよな。魔力吸収。暗黒星雲。敵味方全体って何？味方も死んじゃうじゃん。死の宣告になる。暴走、暗黒を続ける。なんか微妙といえば微妙だな。まあいいや、せっかくなんで暗黒騎士にしましょう。はい、というところでまた新しいジョブを、手に入れましたので、今回はこれで終了したいと思います。